どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、6月18日火曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、ファイターズと戦いましたが、交流戦ラストゲーム、延長戦までもつれたものの、最後は相手のミスが絡んでさよなら勝ち。で、その中で今日のゲーム、様々見どころがあったということで、その内容についてお話をしていきます。 よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは今日のゲーム、順を追って見ていきましょう。まずは序盤のタイガース打線ですが、相手先発、ルーキー細野投手の前に完全に抑え込まれました。序盤3回を終えて、打者一順、ランナー出すことができず、で、毎回三振を奪われる内容ということで、細野投手もスピードボール中心にガンガン投げ込んできていて、まぁ、あ、ちょうどいい具合にボールが荒れ気味と言いますか、なかなか絞れていなかった印象。で、一方、タイガースの 先発は村上投手で村上投手と細野投手は東洋大学の先輩後輩の関係まあ、村上投手が3年先輩にね当たるわけなんですけれども今日の当番に向けて 細野は球が速くて、スライダーとかもすごい印象。負けないようにしたい。交流戦最後の試合ですし、うちと日本ハムだけが試合なんで、いい形で終われるようにと。まあ、村上投手は4月30日のカープ戦を最後に、5試合、白星から遠ざかっています。とにかく村上投手に勝ち星をつけたい。そんなゲームですが、序盤3イニング、村上投手も細野投手に負けじと、毎回三振を奪う立ち上がり。で、特に2回ですね。レフトの前川選手、素晴らしいプレーがありました。で、今日タイガース全体、かなり守備が光ってましたね。まあ要所要 当初で、いいいプレーがたたくさん出ていたで2回の前川選手のプレーですが、水野選手が打ち上げた、レフトファールゾーンへの打球、この打球に対し全速力で落下地点に入って、最後はダイビングキャッチ。岡田監督も先週末のゲームを終えて、前川は今レギュラーをつかむ過程だと、まあ、そのように明言していて、まあ、今日相手ピッチャー左でも、前川選手をスタメン起用ということで、どんどん前川選手の序列は上がってきてます。で、試合は進み5回、岡田監督が大きく動きました。というのもこの回、先頭前川選手がフォアボールで出塁し、 冒頭絡んで二塁へ。で、森下選手がセンター前ヒットで、ノーアウトランナー一塁三塁と大チャンス。で、今日、一戦試合出場を果たした梅野選手、初球にセフティースクイズを観光しましたが、そのバントがピッチャー正面に転がってしまって、三塁ランナー前川選手はアウト。ただその後、小畑選手がフォアボール選んで満塁で、まずここで新城監督が動いた。細野投手に変えて、宮西投手がマウンドへ。で、さらに岡田監督も動きました。ここで村上投手の交代を決断。 今日、村上投手は5回を投げて、玉数87球。 バッター18人に対して許したヒットは2本で奪った三振7つ与えたフォアボール1つの無失点ということでかなり投球内容も良かったですしまだワンナウトただもうここで岡田監督が動いたということはこの回絶対点を取るぞと、まあ、1点取りに行くぞそういった意思表示でもありましたで村上投手も思わずね、まあ、ちょっと苦笑いをベンチで浮かべていたもののすぐに切り替えて原口選手を応援でその原口選手はライトフェンス際に打球を飛ばしファールフライになってで三塁ランナー森下選手はタッチアップを切る ことがでできませんでした、うんまあ、正直森下選手かなり迷ったと思うんですよ、まあ、ライトは何といっても万波選手言わずもがな超強肩ですで打球もそこまで深いゾーンではなかったんでツー、まあ、アウトで次は近本選手という部分も含め、まあ、ストップを決断したと思うんですただもう岡田監督はベンチでかなり語気を強め、まあ、怒りをあらわにしていました、まあ、やはりベンチ側、まあ、首脳陣からすれば村上投手に代打を出してまで原口選手というカードを切った これは間違いなくここで1点取るぞという意思表示でもあったでそれを踏まえてたとえアウトでも突っ込んでこいよと、まあ、そういった思いがあったんじゃないかなと万、まあ、波選手はフェンスキワキワのゾーンで補給し回転しながらじゃないと投げられない体勢でした で、実際帰ってきたボールもドンピシャではなく、まあ、数回バウンドしてね、少しそれながら戻ってきた。まあ、このあたりは結果論にもなりますが、勝負をかけていたらどうだったかというタイミングだったんで、まあ、岡田監督からすればなんでやねんと、こういった思いになったのかなと。ただもう野球はチームスポーツ、なんとか1点欲しいというところで、近本選手がセンターへタイムリー。で、森下選手が帰ってきて、チームメイトとハイタッチを行っていましたが、岡田監督は身を乗り出さず、まだ怒ってるのかなというのがわかるね。まあ、一幕ではあったんですけれども、まあ、とにかく点を取ることができたのは 大きかった、まあ、ただその中で、よく言うとね、まあ、2点、3点と行きたいイニングでもあったとでその後の試合展開ですがここ最近、先発ピッチャーが長いイニングを投げてくれていたことで、まあ、それぞれ中継ぎピッチャー本当に休養十分だったんですよ。 まず2番手で上がった石井投手も、もう2週間ぐらいね、間隔が相手のマウンドで、今日は1回3分の1、まあ、ランナーを残した状況で、まあ、投手がマウンドに上がったんですが、まあ、その霧式投手が清宮選手にタイムリー許してしまって、この時点で同点に追いつかれてしまいました。まあ、ただその後のピンチはなんとか踏ん張って、その後は岩崎投手、漆原投手、島本投手と、今日合計5人の中継ぎピッチャーが登板。で、特に試合終盤の守備陣、めちゃくちゃ光ってましたね。まず6回ノーーーウトトランナー1塁でショートの尾端選手 三遊間へのゴロを補給して、まあ、この時早急に移った際、まあ、体勢崩してしまったんですが、まあ、体中に浮きながらも二塁送球、まあ、しっかりアウトを1つ奪ったということで、まあ、この辺りはもう身体能力と言いますか、まあ、岡田監督も小幡はチャンスやと、まあ、このように断言している中で守備で1ついいプレーがあったであとはもう何と言っても佐藤選手の守備ですよ、まあ、10回11回とそれぞれ素晴らしいプレーがあった、まあ、10回はツアウトから軍事選手の三塁線への打球これ抜けてしまったら長打という打球でしたがしっかり抑えて 一塁に送球ここで一ついいプレーを見せてまあ、11回もそうですよ瞬速磯畑選手のセフティーバントまあ、3塁線にめちゃくちゃいいところに転がされたんですがもうメジャーリーガーバリのプレー素手で送球してそのまま一塁送球でそれがまたドンピシャということで佐藤選手は一軍最小覚悟まだエラーがないということでまあ、この辺りは二軍でたくさんね、まあ、ノックを受けてきた成果が間違いなく出てるんじゃないかなという風に感じますで一方タイガース打線、まあ試合終盤もなかなかランナーためれない状況が続いたんですがそのムードを一振りで変え てくれたのがやはり代打豊田選手でしょうワンナウトから初球のストレートを叩いてセンター前もうこれでガラッと空気が変わりましたまあ、豊田選手は今シーズン初打席もね代打で起用されて初球のストレートを叩きに行って結果アウトにはなりましたがセンターにいい打球を飛ばしていたで今日のゲームでも初球振り抜いてヒットですからもう本当に肝が据わってます今後も豊田選手の起用法に関しては相手ピッチャーが左の時、まあ、そこで代打であったり、まあ、それこそ頭からね、まあ、起用というのも考えられますけれども、まあ、それぞれの出す 内容非常にいいんで今後のバッティングも期待したいところですで続く森下選手の打球は小所、まあ6-4-3のゲッツーも覚悟しましたがここで相手のミスが絡んで1-3塁で続く梅の選手のところで相手のバッテリーミスが絡んで最後はさよなら勝ちということでタイガースは交流戦ラストゲーム本当に色々な展開がありましたがまあ終わり良ければ全てよしとまではいかないかもしれませんが勝ちを拾えたというのは大きい単独2位でリーグ再開を迎えますはいということで今回の動画では本日6月の18日に行わ ファイターズとの3回戦についてお話をされていただきました結果は2対1延長戦の末さよなら勝ちということで今シーズンタイガースのさよなら勝ちは2度目もし今日のゲーム敗れていたら交流戦ワーストの12敗という形になっていましたが、まあ、最後は相手のミスも絡んでしっかり点を取ることができた貯金2つ単独2位でリーグ戦再開を迎えるということでこれからどんな選手運用を待っているのか注目していきましょう皆さんは本日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万7100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万8000人ということで、今後とも阪神情報局、なりとぞよろしくお願いいたします。 ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。とにかく勝てたというのがめちゃくちゃ大きい。金曜日からリーグ戦再開。今後の流れも注目していきましょう。ではまた。